食べれて。ご飯は食べるんだけど、元気がない。元気がない。うん、歩き方は。あのね、ちょっとスロー。あの、歩き方が痛そうというよりも、なんか動きが鈍い感じ。ちょっと身体検査しますね。385。昨日の夕方ぐらいからなんですよ、それ。それはいつも。あ、でもね、おしっことうんちが出てなくて、で、今朝私ちょっと出かけてたから、ケージの中に入ってて、まあ、トイレする機会がなかったっていうのもあるんだけど。あ、今日まだしてないの？してないの、おしっこの。その分。増えたのかな。一応さっきおやつを食べまして。あげれば食べるんだけど、自分から欲しがりに来ないっていうのかな。ずっと結構お座りしてる時が多くて、ちょっとパンダラがひねったりとか。あ、でも関係入っても食べるんだ。だから、あの、全然食欲がないわけでもなくて、ご飯も昨日の夜もそう、ご飯を食べてて、はい、まあ、ちょっと咳出るかな、最近。でも出ますよ。はい、壊してるわけでもなく、昨日お家ではさ、涼しいところにいるんですよね、それは。涼しいところにいる。あ、もちろんもちろん、はい、うん、で、ここね、なんか目に覇気がないっていうか、元気もない。あ、ね、でもいつもだったら四つん這いになってると思うんだけど、こうやってずっとお座りしてる時間もあって、家にいるときも割とお座りして、こう体を動かしたくないみたいな。あ、ちょっと張りますがある。ある？ある。吐いたり気にしたりしない。まずないとする。おしっこが溜まってますね。あ、ほんと？50ぐらいあります。はい、ちょっと座したって。よくはないです。うん、はい。で、食べるのも、まあ、はい、普通に食べてて、だけど、昨日から、昨日の夕方ぐらい。それで、昨日、昼間、母のとこ行ってきて、で、ちょっとアリのスコロリが置いてあって、で、それの匂いを嗅いでたんですけど、多分、舐めてはないです。あの、もしかして、外に落ちた粒が口の中に入ったとしても、